欠落とは、戦乱、重税、犯罪などを理由に領民が無断で住所から姿を、決して行方不明の状態になること。江戸時代には走りなどとも称された。武士の場合には出本、立ち退きなどと呼んで区別したが、内容的には全く同一である。古代においては、本願から離脱することを逃亡などと称し、中世においても、 年貢薬事を収められないことなどを理由として、居住地から離れることを引き続き、逃亡と呼んだ。欠落の後は、戦国時代の頃より見られるが、領主間で欠落者の返還を行う、人返しに関する協定が結ばれたり、地域を支配する、戦国大名が、参加の領主間で発生した人返しに関わる、総論の仲裁に入ったり、文国法などで、 人返しの手続きを定めるなどの対応策が取られていた。江戸時代には、爆反体制維持のために、主従関係の強化と、高層の不義務の貫徹は必要不可欠な方針であり、その実現のためには領民を居住地に固定化させることが前提となっていた。これに、真っ向から反する欠落は、領主側から見れば決して認められるものではなかった。 欠落は重大な犯罪とみなされ、主君を持たない武士である老人や農民、商人などの非支配民の欠落は厳しく取り締まりの対象とされた。それでも、こうした欠落は江戸時代を通じて日本各地で発生していた。なお、主君に仕える一般の武士の出本は、この発覚した時点で直ちにその家は会役処分となるのが通例で、老人の欠落扱いを受けた。 さらに、藩によっては当主でなくても、元の当主である隠居や、当主の母親の尻本であったとしても、演座による、会役処分を受ける例も存在したのである。欠落が明らかになった場合には、その欠落者の所属する、家の当主、五人組、親族、村役人らは3日間欠落者の帰りを待った後で30日以内に奉行所、大官所に対して、欠落届を提出しなければならなかった。 これを受けた奉行、大官は直ちに欠落者の決処処分の手続きを行うとともに当主などの名上の親族5人組、村役人らに欠落者の捜索が命じられたのである。欠落届提出とその後の捜索は彼らに対する義務であった。これは欠落は本人の犯罪というだけではなく、そういう反社会的な人間を出した共同体全体の連帯責任であると。 考えられたからである。欠落者の捜索にはまず30日の期限を設けた日元広が行われ、これが最大6回行われ、それでも見つけられなかった場合には、目上の親族5人組、村役人は処罰を受け、改めて無期限の A 広が命じられた。なお、日元広、A 広の最中に欠落者本人が実施を行った場合や、 第三者に捕らえられた場合にも目上の親族、五人組、村役人による創作に怠惰があったと考えられて、処罰の対象とされていた。もっとも、届け出を受けて、栄広を命じた武行、大官にとっても、事務処理の煩雑を招きかねない、栄広のような事態は望ましいものではなかった。そこで、栄広となった時点で欠落者は、家督、財産の面においては、 死亡に準じて扱われて、結晶の対象から免れた家財に関する相続の開始が宣告された。また、A 広になった場合、家族や町村は、給理、障害を申し出ることで、家族関係の解消が認められ、後日欠落者が罪を犯しても、演座の対象からは免れた。なお、無宿とは欠落などによって、 人別帳からその名前が削られて、住所の登録を失ったものを指している。なお、欠落者が捕らえられあるいは自らの意思で帰還した場合には、原則的には、基準届を提出の後に欠落中に罪を犯していないかを確認が行われ、人別帳に氏名が復帰された後に家族に引き渡された。ただし、欠落を原因として発生した法的効果は、 すべて有効とされた。さらに、罪を犯して欠落した場合には通常であれば、追放相当以下の罪に関しては、事件発生から1年以上経過して逮捕されなかった場合には免訴されることになっていたが、欠落者には適用されなかった。さらに欠落者が主人を持つ家臣や奉公人の場合には、主従関係を損なったものとしてさらに重い刑が課せられる可能性があった。 江戸幕府は他の所領に逃げ込んだ農民を発見した場合には本来居住していた所領に相関する方針をとって諸大名にも命じていたが実際には領主たちは治療からの欠落に対しては厳しく取り締まる一方で他領からの欠落者に対しては元の居住地の領主側との交渉に対する煩わしさに加えて欠落者そのものに好意的な姿勢を示した当時 城下町の新設や拡張、大規模な新田開発や荒廃した電磁の再開発には多くの人を必要としており、彼らを事業につなぎ止めて農耕人口、商業人口の増加を図ったのである。このため、走らせ損、取り得という言葉も生じた。江戸時代中期以後、農村の荒廃による農民の流亡が続発すると、爆藩体制の根幹を支える。 高素収入減少への危惧から、商人や武士と違った、欠落農民に対する復帰政策が取られるようになった。農民以外の場合、欠落による欠所によって、財産のほとんどが没収されていたが、農民に対しては欠落者に相続人が存在する。場合には、農業生産に必要な家屋敷や田畑の没収は、免れて相続人がこれを継承することが許された。しかも、 結所で没収される財産には欠落者が借りた債務も該当していたために借金を相続することはなかったのである。さらに人返しの法によって元の住所に送還された農民については罪を犯していない場合には農具や高地まで与えて定住を促している例まで存在したという。江戸幕府は欠落者の発生に伴って発生した。 負担については村側に責任を負わせたものの、一方で、これによって生じた工作者のいなくなった高地については、荒れ地や創作にすることを望まなかった。一方、村側も中世以来、逃亡、欠落によって生じた後は欠落者の復帰や、新規工作者の定住によって、村の人口維持を図る原則が定着しており、幕府の方針は、 こうした村側の考え方と合致するものであった。ABCD 黒田歴史学辞典2003年。中世以後における類似の現象として、調産が挙げられるが、調産の場合は、領主側との訴訟、交渉や宗教的要素と組み合わされ、かつ必ずしも実際の逃亡を伴わないなど、その性格は大きく異なるものである。こうした動きは、 欠落の子が誕生する以前の南北朝時代から見られ、松浦島の一期形状では、年組死にや、不物のない百姓の受け入れは認めること、下人は元の主人が要求すれば返却することが定められている。なお、欠落者の妻子が届けで、捜索に加わることは、 封建的な家制度において敬う対象とされた、夫や父親の罪を求断する不道徳な行為と考えられて認められず、また欠落者に犯罪の事実があれば妻子が演座する形で代わりに拘束された。文政6年の幕府表情書の決定では、欠落から60年を経た場合に、英広対象者は死亡扱いとされて、人別庁から除かれた。 欠落者の妻子には、キュウリの申請資格はなかったが、実務的には、障害が受理された時点でキュウリと同様の扱いを受けた。欠落者の妻は、障害とされた後に10ヶ月の猶予期間を経て、再婚することが許された。本来であれば、没収した財産を生産する過程で、再建者に支払われる性質のものであった。ありがとうございます。